小さい樽じゃない、グラスで飲むと香ると、あ、そうだ、トルコスコッカーでバニラっぽさすごく確かに、でもこっちだとこれはちょっと違う、グラス楽しんでるね、うんうんうん、あ、ほんとだ、わかる、なんか果実感より樽が、うん、樽が来るね、おもろ、いや、ほんとなんかね、グラスで変えてよく、まあ、味変わるというじゃないですか、はい、一回某企業の一升瓶のワインが、うん、こうやってワイン継いだら、これちょっときついな、出せないなってなったんですよ、一回、うん、だけどこれがこういうコップに普通のね、こういうイタリアのワインのコップ、そう、あれうちでオリジナルでうちの店のプリントしてるグラス作ってるんですけど、それで飲んだらめっちゃ美味しかったんですよ、へ、グラスが厚くて口当たりが柔らかいんで、多分薄いグラスでシャープに飲むより、そのグラスの厚さのでだいぶ違うんだろう、だ言葉悪く言っちゃうと、選ばず言うと、まずいワインがグラスで美味しくなるっていうぐらい変わるの、グラスの力すごいなっていう、それはだから下の位置とかいろいろ言うじゃないですか、それってすごいっすよね、香りもだし、気持ちいいよね、